今日はレゴディスカバリーセンターの出口のショップでレゴブロックの量り売りをしました。その中身を今日は紹介します。早速開けるぞ。パン、こんな感じになっています。赤いキラキラのパーツや、この黒いプレートや灰色のプレートなどを3つ、この灰色のは3つ、白いのは2つ、黒いのは2つ、そして赤いキラキラをたくさんと、この、椅子みたいな感じのパーツを何個か、そしてプロペラみたいなパーツと何かをつけれそうなパーツを、いや、この窓みたいなパーツを取ってきました。合計で 54g だったので540円になりました。他の動画も見てね。バイバーイ。